インガダムインガダム計画インガ3及びグランドインガ計画インガダムは、コンゴ民主共和国にあるダム。コンゴ川下流のいわゆるリビングストン滝地域に位置し、マタディから上流に 40km、キンシャサからは下流に 390km の地点にある。コンゴ最大の水力発電所があり、首都キンシャサの電力をこのダムのみで賄っている。インガダムは3つのダムの複合計画として、立案された。まず、コンゴ川本流から分かれた支流、ンココロ谷が、コンゴ川に再び合流する地点に、インガ1ダムを、そのまた支流に、インガ2ダムを建設する。両ダム合わせて 1424MW の発電量が見込まれる。ここまでが第1段階である。さらにンココロ谷からコンゴ川本流に水路を掘削し、そこに発電所を建設するのがインガ3ダム計画であった。さらに、コンゴ川本流に200メートルの高さのダムを建設して流路を変え、本流に並行するカレダニに水を満たし、再びコンゴ川本流に戻る標高45メートルの地点にダムを建設し、落差155メートルを得る巨大プロジェクトグランドインガ計画も想定されていた。インガ1ダム及びインガ2ダムは、モブツセセセコ時代のザイールで1974年に完成したが、インガ3ダムは、コンゴの政治的経済的混乱のため現在に至るまで着工されていない。しかし、完成すれば 4500MW の発電量が見込めるため、南アフリカやボツワナなどの南部アフリカ諸国によって、計画が推進されている。グランドインガ計画は2004年に計画が、再始動した。インガにはもともと、インガ滝という滝があり、12km 流れる間に96メートルも高度を下げる。そのためこの地は激流渦巻く難所として知られ、もちろん船の航行もできないため、ヘンリー・モートン・スタンリーが探検に成功するまで400年近く、ヨーロッパ人の侵入を阻んできた。ベルギーがこの地域を植民地化し、マタディ・キンシャサ鉄道の建設で河川に代わる輸送手段が確保されると、ベルギーはこの地域での発電の可能性に着目した。コンゴ川は熱帯雨林を流れ、しかも赤道直下のタウ地帯に流域が位置するため一年中、ほぼ変わらない膨大な流量がある。そして、インガの地形と落差からこの地にダムを建設すれば巨大な発電量を得ることができると計算された。1920年代には調査が始まり、第二次世界大戦で一時中断したものの、1957年には建設計画が具体化し、建設に向けた調査が始まった。1960年のコンゴ独立により計画は一時中断したが、コンゴ動乱を最終的に勝ち残ったモブツセセセコの政権の下、1966年に工事が始まり、1974年にインガ1及びインガ2の発電所が完成した。しかし、ここで発電された電力を使用するプロジェクトは、コンゴ川川口の製鉄所建設などほぼすべて挫折し、巨大な発電能力を誇りながらもその能力を従前に生かすことはできなかった。代わりに、カタンガ州の銅鉱山や、精錬工場で電力を使用するため、インガからカタンガ州のコルベジにある変電所まで世界最長の送電線が建設され、1982年に送電が開始されたものの、送電線の建設費用がかさみ、発電所自体の建設費を大幅に上回った。インガ1、2ダムは現在でも稼働しており、首都の貴重な電力供給源となっている。しかし、コンゴ国内の長年にわたる混乱の結果、補修や維持に問題が発生しており、計画上の数値の約 40%、700MW の発電しか行われていない。さらに、施設の老朽化の問題に直面している。カタンガの精錬工場でも近隣にある水力や火力発電所の安価な電力を主に使用し、インガからの電力は、送電量の3分の1しか使用されていない。コンゴ国内は送電線が非常に不足しており、これほどの規模の発電所を持つにもかかわらず国内のほとんどの地域に電力が届いていない。上記のインガコルベジ線の直下にあるカナンガやキクウイトなどの大都市ですら、因果からの電力は供給されていない。しかも、コンゴ政府がインフラストラクチャー整備を怠り、電力供給の維持に積極的ではないため、因果から電力の届いているはずのキンシャサ市内でさえ停電が日常茶飯事となっている状況である。1997年には、当時のローラン・カビラ大統領に反乱を起こしたコンゴ民主主義運動軍がインガを占拠し、キンシャサへの電力供給が完全に断たれる事件も起きた。インガ・コルベジ送電線はアフリカ南部諸国の送電線とつながっており、理論上はケープタウンまで電力を送ることができる。そのため、近年の平和の到来や復興で電力の不足気味であるアフリカ南部諸国がインガの復興と拡張に積極的な姿勢を示している。特に積極的なのは南アフリカ電力公社である。南アフリカは電力不足が慢性化しており、2008年には鉱山に対する電力制限を実施し資金相場の混乱を招いたこともある。この電力不足は2015年まで続く見込みのため、エスコムは電力の確保に躍起となっている。2004年には南アフリカをはじめとして、ボツワナやナミビア、アンゴラ、そしてコンゴ民主共和国がグランドインガダムの事業化計画化を目指すというウェスタンパワー、コリドー計画を発表。総工費は800億ドルに上ると見られている。この計画で発電できるのは44000メガワットに及び、アフリカ南部の電力需要を完全に満たすことが、できると考えられている。2018年にジョセフ・カビラ大統領は中国とスペインのコンソーシアムとグランドインガダムの建設契約を結んだ。ありがとうございます。